皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのトシです。2022年中学1年生の英語6月テストの復習の3回目です。今回は括弧の指示に従って英文を書き換えましょう。こういう問題です。括弧1番 You speak Japanese. You speak Japanese. あなたは日本語を話します。普段日本語を話すということです。これを疑問文に書き換える。疑問文というのは何々ですかという質問の文章ですね。これに書き換える。この You speak Japanese、 動詞を見ると speak ですね、一般動詞の文章で、主語が You の時には You の前に Do というものを置けば疑問文になりました。ですから Do you speak Japanese?こうなります。で、気をつけるところは最初に来る Do の最初の文字 D ですね、これを大文字にすると。で、元の文章では U って Y が大文字になっていたんですけど、文の途中に来るので U は小文字にすると。そして文章の後ろ疑問文なのでクエスチョンマークをつける、これを忘れないようにしておきましょう。括弧2番、 I like sushi. I like sushi.私は寿司が好きですと。これを否定文にすると、主語は I で動詞一般動詞、これを否定文にするときには主語の後ろに Do you not、 または短縮形の Don't を入れると、こういうことでした。ですから否定文にすると I don'tLike sushi。 こうなります、ね、I don't like sushi。 私は寿司は好きではありません。私は好き寿司を好きではありません。もちろんこの don't の部分2文字で do not、 これでも構いませんね。I do not like sushi. I do not like sushi. まあ普通会話ではね、この短くした短縮形なので I don't like sushi ですね。3番、 I can read kanji. I can read kanji.、私は漢字を読むことができます、こういう文章、これを否定文にします。否定文は、何々することはできないという意味になりますね。キャンってできる、ですから否定文だったらできないという意味になると、このポイントとなるのはキャンですね。キャンが入っていると、この場合はキャンの後ろにノット、これを入れると否定文になって、私は漢字を読むことができませんという意味になるんですね。ですから I cannot read 漢字とするか、 cannot、これを短くして I can't can read 漢字、こうなるんですね。もちろんこれ cannot でも構いません。で、短くした短縮形の時には、先ほどもドントのところに出てきました、この短縮してある部分、ね、ここにアポストロフィーという記号ですね。この部分つけると、ね、can とっと書いて、ここにアポストロフィーをスッとつけると。このアポストロフィーをつけるのを忘れないようにしてください。それからもちろん文章の一番終わり、疑問文でなければピリオド、これをつけ忘れないようにしてください。2022年、中学1年生6月テスト英語の3回目この復習をしました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。